モフセン・マフ・マル・バフは、イランのテヘラン出身の映画監督、脚本家、映画プロデューサー。イランでも、最も人気のある、監督の一人、20本以上の長編映画を制作し、カンダ・ハールはタイム氏が選ぶ、ベスト映画100本に選ばれている。1957年に、テヘランに生まれる。10代半ばで、イスラム主義に傾倒し、15歳で、 パフラウィー長を倒すための地下活動に参加、17歳の時に警察官を死傷し逮捕され死刑判決を受ける。4年半にわたり獄中生活を送り、1979年のイラン革命の際に釈放される。釈放後は政治から遠ざかり、作家となり1981年にマルチェス・ハハニ・パラスとのトジェの脚本を担当し、1983年に トーバ・ナッサで監督デビューする。1996年に映画制作者の育成を目的としてマフマル・バフフィルムハウスを設立する。2001年には彼のスピーチやレポートを集めたアフガニスタンの仏像は破壊されたのではない地獄のあまり崩れ落ちたのだが日本でも出版された。また、アフガニスタン難民キャンプに住む子もたちの式地、衛生教育やアフガニスタン国内の 学校建設などを熱心に支援している。イラン政府による検閲に抗議し、2005年イラン大統領選挙後にイランを離れ、2009年イラン大統領選挙以降はパリに居住している。マフマルバフによると、イラン出国以降の10年間で4回イラン政府から暗殺されそうになったという。個人と社会的、政治的環境との関係に主眼を置いた作品が多く、 自身の政治活動を参考にした作品も見られる。また、1991年のノーバット・イ・アシェギー以降は、ロマン主義的な作品も制作するようになった。家族全員が映画に関わる仕事をしており、長女サミラ、次女ハナはいずれも映画監督となった。妻マルズイエメシキにもモモフセンの作品で女監督を務めるから、自らの監督作品も撮っている。 長男の名サムも、プロデューサーなどで活動している。マフマルバフが映画を制作する際は、家族全員が制作に参加するが、家族が制作する映画には、マフマルバフは、一切参加させてもらえないという、突起なき場合は、監督作品。金自転車賞を受賞した2009年ベズール、国際アジア映画祭にて、自助花及び妻マルズエと共に、ありがとうございます。